タチヤーナ・コーシェレワは、ロシアの女子バレーボール選手。旧ソビエト連邦のミンスク出身。ポジションは、ウィングスパイカー。2007年に、ロシア女子ナショナルチームに初選出される。同年のワールドグランプリで代表デビューした。2008年の北京五輪の出場は逃したものの、2009年以降は、ナショナルチームの代表として定着し、2010年の世界選手権では、 多くの試合でスタメン出場を果たした。同大会では初出場ながらベストスパイカー賞を受賞し、ロシア女子の世界選手権に連覇達成の立役者の一人となった。2011年に結婚したが、登録名はコシェルワのままにした。2012年ドンドンオリンピックに出場したが、怪我により思うようなプレーができず5位に終わった。 2013年の FIVB ワールドグランプリ、欧州選手権では、ナタリア・オブモチャイワと共に大車輪の活躍を見せ、欧州選手権12年ぶりの制覇に大きく、貢献した。同大会で MVP を受賞した。2014年の世界選手権した。2015年のワールドカップでは4位となり、自身もベストアートサイドヒッター賞を受賞した。2016年、リオコリンでは、 エースとして活躍したが5位にとどまった。同年、トルコリーグの強豪クラブであるエジザージュバシュに移籍した。ラテン本寺、タチアナセルジベナコシェラバ、日本バレーボール協会。中国とセルビアが、リオデジャネイロオリンピックの出場権獲得、火の鳥日本は5位で、女子大会閉幕、FIVB ワールドカップ2015。2015年9月7日閲覧。ありがとうございます。